ゆるく楽しむプログラミングと電子工作。小さなガジェットを作るのに便利な 128×32 ドット OLED の紹介です。コントローラの SSD1306 は以前にも紹介しましたが、 128×32 ドットの OLED は 128×64 ドットの OLED とはちょっと違うので、相違点と利点を紹介します。結構盛りだくさんですね。この有機液晶ディスプレイは表示は 128×32 ドットですが、コントローラは I2C 接続の SSD1306 で、使い方は 128×64 ドットの OLED と同じです。 I2C アドレスは 0x3C または 0x3D です。このユニットは 0x3C 固定のようです。電圧は 3.3〜5V で動作します。 128×64 ドットの OLED では SPI 接続のユニットもあるので、 128×32 ドットの OLED でも SPI 接続品がある気がしますが、 I2C 接続品しか見かけたことがないですし、手元にないので I2C 接続品の説明になります。SSD1306 の縦方向の表示ライン数は実は1〜64の範囲で指定できます。そしてメモリーと表示の対応関係はシーケンシャルモードとオルタネイティブモードに切り替えられます。表示ライン数は分かりやすいので問題ないと思いますが、ちょっと分かりにくいのがシーケンシャルモードとオルタネイティブモードです。スペックシートの図解が分かりやすいので拝借しました。 128×64 ドットの OLED ではシーケンシャルモードで、ページ単位に上から順に表示します。 128×32 ドットの OLED ではオルタネイティブモードで、偶数ラインは表示しません。これ図解で見ても分かりにくいので実際に動かしてみます。64ライン表示でシーケンシャルモードにするとこんな画面になります。これをオルタネイティブモードに切り替えるとこんな画面になります。わかりにくいですが、上半分と下半分の画像が32ラインずつ交互に表示されています。判別しやすいように上半分をスクロールします。画像が1ライン間隔で重なっているのがわかると思います。 128×32 ドットの OLED をシーケンシャルモードで表示すると、一見64ライン表示できているように思えます。でもこんな図形を表示してみると正しく表示されていないことがわかります。四角形の上側は奇数ラインに描画しているので表示されていますが、下側は偶数ラインに描画しているので表示されません。 128×32 ドットの OLED では表示できるのは32ラインですが、コントローラは 128×64 ドットを扱えるので表示ライン数を64ラインに設定できます。この時表示できない32ライン分はどうなっているのか。表示されないだけで描画はされています。128×64 ドットの OLED で描画するとこうなる画面を 128×32 ドットの OLED で描画してみます。上半分が見えている状態になっていますので、これをスクロールしてみます。このように見えていない部分も描画されているのがわかります。 SSD1306 には水平スクロールと水平垂直スクロールの2種類のスクロール機能があります。水平スクロールは名称通り水平方向にしかスクロールしませんが、水平垂直スクロールは水平、垂直、斜めにスクロールできます。スクロールはハードウェアの動作ですので、スクロール開始を指定するとスクロール停止を指定するまでスクロールし続けます。水平スクロールは普通にスクロールなのですが、垂直スクロールは純粋な垂直スクロール機能ではなく水平垂直スクロールなので動作に制限があります。
垂直方向の移動量をゼロにすると水平スクロールになります。水平方向の移動量はゼロにできません。水平方向にスクロールするラインの範囲を設定できるので、 128×32 ドットの OLED では表示されないラインを水平スクロール範囲に指定することで、表示している範囲が垂直スクロールを行っているように見せかけています。 128×64 ドットの OLED ではなぜか斜め方向のスクロールができなくて、水平か垂直にしかスクロールしませんでした。また 128×32 ドットの OLED では垂直スクロールの範囲指定ができますが、 128×64 ドットの OLED では範囲指定が有効になりませんでした。 SSD1306 の操作コマンドはOLED の表示サイズに関係なく共通です。主なコマンドはこんな感じ。明るさは OLED の構造上ゼロにしてもちゃんと見えます。操作は1バイトのコマンドと複数バイトのデータで構成されています。最初にコマンドの送信開始を示す1バイトのデータを送信します。1バイト命令の場合は 0x00、 複数バイト命令の場合は 0x80、 データの場合は 0x40 を送信します。 I2C 通信、 Arduino IDE でのワイヤークラスの使用方法は別の動画で解説していますので、ワイヤークラスの使用方法は割愛します。操作コマンドは分かっていますし、ワイヤークラスでの操作もそれほど難しくありません。なので自前で操作関数を作ってしまう方が小回りが効いて良いと思いますが、よくわからない部分もあるので、簡単に使うのとどうやっているのか参考にするには Tiny4K OLED ライブラリが便利です。スケッチ、ライブラリをインクルードからライブラリ管理を選択して、ライブラリマネージャーを開き、SSD1306 で検索して Tiny4K OLED をインストールすれば使えます。ドキュメントは GitHub にあります。 Tiny4K OLED の使用時にはワイヤークラスをインクルードすることを忘れずに、 Begin メソッドに渡すパラメタに注意して、一旦デフォルト設定にしてから 128×32 ドットの設定にすると良いです。シーケンシャルモードとオルタネイティブモードの切り替えなど、リセットしても元に戻らない設定もあるので、明示的に設定を変更する必要のある項目がいくつかあります。また、デフォルト設定にしてからモード変更することで、意図しない設定で動作することを防げます。フリスクサイズのガジェット制作には便利なユニットです。ATtiny85 や ATtiny13 など、小さなマイコンと合わせて使用する機会が多いので、自前で操作できるとメモリーの節約ができて工作の幅が広がります。この動画で使用したコマンド一覧、ライブラリの詳細は概要欄に記載しています。ご視聴ありがとうございました。